前回までのあらすじ。怖くないに出会った、怖くなかったというか可愛かった、怒られた、襲ってきた、避けれた、というわけでですねグググ僕の攻撃を避けたな、グキーって感じです。こういうことだったか。いやあ、刹那圭介だよ。前回のパートここで潰されたよね。さてここからどうなる。あ、こいつの戦闘になった。戦うしかない。特技はなし、防御もしょうがないだろう。アイテムない。ああ、殴るしかない。しゃあ秒殺やないかーい。あかんで、ね、正面から戦ったらあかんパターンだったじゃないかてかゲームオーバーな。え、どうにもできんのこれ。えちょっと待って、これどうにもできんのこれ。それないんじゃない。前回のあらすじ。怖くないが現れた、怖くなかった、どっちかと言うたら可愛かった、怒られた、避けた、これで良かったらしい。戦いになったが、ここで戦いを選んだら秒殺された。というわけで逃げたらいいみたいですね。で、レッツゴー、逃げろ。いや、こんな状況だけど刹那圭介だよ。え、逃げたはいいけど、ここからどうすればいいんだろう。そうきますか。どのタイミングで出てくる？どのタイミングで？ここか。よっしゃ。え？あ、はい、そうですか。逃げる方向間違っとったかな。で、こう出てくるやん。で、戻ればいいんじゃない？裏を書いたつもりなんやけど。それでも、向こうから勝手に追いかけてくるんか？キヨンか？これ。キヨンか？これ。キョンが？え？キョーラン？え？どうすればいい？我どうすればいい？戻れない？おう、why？ 戻れない。え、でも正面からぶつかったら死ぬで？相手早いけん。逃げるんで。あ、逃げれる！よ、あ、思ったよ。え、意外と逃げれた。意外と逃げれた。けど逃げた先。こっから、あ、いけた。出れるんじゃ。え、何これ、隠れただけ、もしかしてこれ。はぁ、あ、はぁ、あ、ここまで逃げ切ればもう追ってこないだろう。暖炉の中暗いけどようやく目が慣れてきたぞ。えははははびっくりした。ただのおじいちゃんか。ただのおじいちゃんがこんなでかいわけないだろう。どういう感覚してんだ。目がおじいちゃんか、目が進化したんか。そんなことより、怖くないだ。どうやってあいつを倒すか。この家をもう少し探ってみよう。何か手がかりがあるかもしれないぞ。こいつ放置でいいですかね。何あいつ、調べろって言いたいのかい。調べとくよ。普通のおじいちゃんか。これのどこが普通のおじいちゃんなんだ。こんな動きしといて、おじいちゃんが。おい、止まった。怖いわ。特に効果音がさ、ダダダダ言ってるもん。あ、コンペイトあったわ。怖っ。怖くない？もうさすがにおらんよな。いけるな、いけるな。さすがにいけるよな。ん？あれ？人？これ誰？あ、これって前作に出てきた、前作に出てきた、名前忘れた、名前忘れたけど前作に出てきたぞ。これなんだ、名前忘れたぞ。なんていう名前だったかな。クールなやつよ。く、やっぱりこの人も幽霊か。クキキキコカカ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 
PP の会長はこちらです。戦闘か。あ、そうそう、青いっていう名前だ。前作のプレイヤブルキャラっていうかパーティー4人のうちの1人だった。なんか何かな。あ、防御してまった。攻撃だ。ほら、繰り出そうとしてるって。ある防御しとけ。あー、耐えた。なんだか耐えた。その間にアタックや。あー、あれ耐えた耐えた。いけるいけるいける。そのまま殴れ殴れ殴れ。いやー、あぶねーあぶねー。 HP 維持で耐えた。こいつの倒しか今じわからんけど、なんだかなった。苦戦したけど、とりあえず おとなしくなったみたいだ。うう、俺は一体ん意識が戻った。そうか、俺はこの家に来て怖くない家に襲われて。あなた幽霊なんですか。ああ、俺は幽霊だ。最初は自分が死んだことに気づかずにこの家から脱出しようとメモを残しながら探索していたが、あのメモ葵のやつだったんじゃ。感覚は薄れ、意識が遠のいていくうちに自分はもともと死んでいたのだと悟った。そしてそれに気づいた瞬間、俺はパッパラパーになってしまったんだ。パッパラパーってボキャブラリー他になかったんか。もうちょいいいこともない。パッパラパー、いや、パッパラパーでいいや。だいぶパッパラパーでしたね。クケケケとか言ってました。まあ確かにパッパラパーやな。この家で死んだ人たちはみんな幽霊として永遠にパーティーに追い続けている。洗脳されているんだ。みんなパッパラパーだ。パッパラパーって言うたらなんか笑いどころじゃないにしても笑いどころに聞こえてしまうんやけどな。だが君のおかげで俺は意識を取り戻すことができた。あの、僕クワクナイーを倒そうと思っているんです。ん？危険なのは分かっています。でもこれ以上クワクナイーが罪のない人をパーティーに招待しないように。そうか、君は友達とここへ来たのか。犠牲者は出ているか。4人でここへ来ました。僕以外の3人は全員殺されています。ではその3人もおそらく今混沌のパーティーに参加している。怖くないを倒せば奴の呪いによって形作られたこの家は消え、パーティーも終わる。君の友達も消えてしまうんだ。うん？覚悟はあるか。覚悟。回想シーン。今日から同じクラスだな。俺は上ひまる。お前はなんて言うんだ。はじめまして、あたしマリっていうの。よろしく。隣の席だね。リュウヤくんだよね。よろしく。昨日のカラオケはマジ最高だったな。なあなあ、今度はボウリング行こうぜ。うえひひひけ。あたしたちってマジ最高な親友だ。親友よね。幸せだな、こんな毎日がずっと続けばいいのにね。俺たちもいつかは卒業して別々の道に行くんだよな。幸せってのはどうして永遠に続かねえのかな。永遠に続く幸せ、なんだかそれってとっても素敵ね。みんなが僕に命を託してくれるなら。私死ぬとかそういうのは全然わかんなくて、想像もつかないし、自分とかけ離れたものにずっと感じてた。迷いがあるなら帰った方がいいぜ。迷いがあるなら来ない方がいいか。永遠に続くもやかしの幸せ、偽物の幸せ、そんな幸せはみんなの望んでいた幸せじゃない。幽霊としての姿は消えちゃうことになっても、混沌のパーティーからみんなを解放してあげなきゃ。僕には覚悟は。あ、待って、電話来た。空気読め。ちょっと待って、空気読め。これはあれか、新喜劇か。タイミングよく電話鳴るなよ。
ああってあれ、ここで電話なんて通じないよね。もしもし、怖くないだよ。龍也くん、逃がせ。ブツ。間違い電話でまたあったみたいです。とりあえず切っときました。堂々と向こう、怖くないが電話かけて、怖くないって言うたけどな。てか怖くない、携帯持っとんかよ。あ、そう、そうなの。覚悟、あります。怖くないを倒します。よし、わかった。なら、俺が探索していた時に見つけた情報を教えてやろう。怖くないの弱点だ。弱点ですか？そんなものが、やつの弱点。それは、まさかコンペイドーとか言うになるだろうな。あ、そうか、カツオ星じゃ。前作にもあったな、カツオ星。そうじゃ、前作でもカツオ星って言おったやん。忘れとった。カツオ、節？そんな、この家にカツオ節なんて、あるわけ。なぜかあるんだ。あるんですか？やったー！これで怖くないを倒すことができる。確か3階のどっかに置いてあるはず。ここは4階だから階段を降りて探すといい。ありがとうございます。しかし、やつも簡単にカツオ節を手に入れさせてはくれないだろう。いつ襲ってくるかわからないから警戒して探すんだぞ。はい、じゃあ俺はそろそろ、え、パパラパーに戻るからな。もうキキ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 、ベイブレードみたいにすごい回転してる。青いドラグーンってとこですかね。まあいいや、今回はこの辺だ。はい、というわけで今回はこの辺にしてですね、ご視聴ありがとうございました。シュー上げ。